動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思ったら高評価、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。さて今回僕は茨城県に旅行しているわけなんですけれども、前回動画水戸偕楽園の動画見ていただけたでしょうか。よかったらそちらも一緒に見てください。あともう一箇所これから旅をしたいなと思っています。それは日本三大瀑布、日本で有名な三本の弓に入る滝、ちょっと指が曲がらないんですけど、まあその一つ袋田の滝です。この袋田の滝、ちょっと行くまでに大変な工程を踏みます。今僕は偕楽園を背に水戸駅に向かっているんですけれども、水戸駅を始発駅とする水郡線、郡山まで行く路線ですね。まあ今は台風の影響で袋田駅で線路が止まってしまっているという状態なんですけども、その袋田が最寄り駅になっている袋田の滝に行きます。それでは今回の旅も始めていきましょう。では水戸駅に到着しました。次の水郡線の袋田行き13時15分です。まだ55分ありますね。なので今のうちにちょっと腹ごしらえします。ありがとうございました。袋田の滝行きのバスが間もなく出発します。急いで乗り込みたいと思います。茨城交通さんのバスでこれから袋田の滝に向かいます。家族に頼まれて最初は気軽にどこで行けばいいかななんて思って、とんでもない袋田駅から袋田の滝まで徒歩で行こうなんてした日には40分は覚悟していただかないと、袋田の滝を見る前に疲れてしまいます。ありがとうございます。お世話になりました。というわけでバスに乗って終点の滝本まで来ました。ここから10分歩けば日本三名瀑の一つ袋田の滝があります。一緒に見に行きましょう。
その袋田の滝、実は干瀑台がなんと3つあるらしいです。なんか来てみて分かったんですけど、ここ結構いろんな食べ物屋さんとかお店屋さんとか充実してますよ。いや、ちょっとびっくりしましたね。袋田の滝、入場するのに必要な料金は300円です。そんなに高い金額ではないと思います。行ってみましょうか。何名ですか？1人で。はい、チケットゲットしました。僕の目の前にトンネルがあります。なのでそのまま中に入りたいと思います。行ってきます。袋田の滝の胎内観音、別名滝見観音というんだそうです。こんなのがあったんですね。トンネルの中歩いてたらこんなモニュメントを見つけましたよ。これおしどりをモチーフにしてるらしいです。聞くところによると袋田の滝の奥にもう一本すごい滝があるそうなんです。その名も生瀬の滝っていうんですけど、ところがそこに行くのにかなり険しい道が続いてまして、スタッフの方に聞きました。おすすめはしませんと。おすすめはしませんと。ということで今回は袋田の滝一本に絞りたいと思います。ちょっと光が強いので見えないかもしれないんですけど、こっち側に吊り橋があります。干瀑台に行く前にちょっと吊り橋から袋田の滝見てみましょうか。行きましょう。若い子たちの声が賑やかで、僕の声が聞き取りづらいかもしれませんが、ちょっと負けないように頑張ります。見つけちゃいましたよ。これが袋田の滝です。でかい、でかい。で、ここに吊り橋こうあります。吊り橋から見る袋田の滝ってどうなんですかね。風が強いから帽子が飛ばされないか心配。どうでしょうか、袋田の滝。吊り橋のポイントからはこんな感じに見えます。吊り橋からの滝の眺めをお見せしました。いよいよこちら第一干瀑台から滝を見たいと思います。袋田の滝、また一段と別の迫力があるように感じました。
り込みました。ありなんじゃないですか。ここの方が好きかも。今回の動画いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。黒田の滝を見ることができて僕もとっても満足しています。この動画もし面白いと思ったら高評価グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。